インフォーメーションのコーナーでございますが、はい、早速先週、先々週になりますか ね、プレゼント当選者の発表でございます。たくさんご応募いただきましてね、南野陽子ちゃんのデスクマット、福山の吉田浩二さんをはじめご覧の方々おめでとうございます。これで勉強していただきたいものでございますね。バッチリよ。稲森国と南野さんのですね、唇にどどっと当たってしまう。危ない危ない、そして今週のプレゼントなんですけれども、はい、こちらです。すごいですよ、チューブのオリジナルトレーナーを3名様に。かっこいい、ね、Because I love you。 これいいですよ、男女兼用できるしね。これちなみにバックプリントですから、はい、こっち向きが前です。おしゃれですね。色もちょうどいいですよね。霜降りの色でね、はい、3名さんにプレゼントします。宛先言っときますか。はい、郵便番号 747-13 山口市大内美堀 TYS テレビ山口、テレビ山口くんのプレゼント係、しっかり書いて応募してください。はい、どんどん通してください。欲しいですね、この商品名、ちゃんとトレーナーと書いてくださいね。お待ちいたしております。さて続きましてですね、今日はアーティストをご紹介しようということでございまして、はい、地元でですねわいわい頑張っておりますグループの方をご紹介いたしましょう。お迎えしましょう。エクステンジャーの皆さんも来ていただいております。立ち上がってください。拍手。どうぞこちらの来ていただきましょうか。ちょっとね来ていただきましょう。真ん中の方に来ていただきましょうかね。はい、どうぞどうぞどうぞ。山口くん、そんな向こう行かんでいいですよ、真ん中の方ですからね。地元出身ということでございまして、それじゃあですね、まずは、リーダーからメンバーの紹介を一つしていただきましょう。お願いします。どうぞ。はい、どうも、クイズに強いリードボーカー島崎です。はい、リードボーカーの方でございます。はい、そしてドラムの清永清幸一番。はい、はい、キーボード中竹和弘。はい、ギター重戸隆明です。はい、重戸。はい、そしてリーダーベースの山根今日です。よろしく。はい、ということでございまして、 X デンジャーね、このグループ名はどこから来たんですか。ゴロがいいじゃないか。ゴロがいいから。何年前ぐらいから結成して頑張ってるんですか。2年半ぐらい経ちますね。そしてですね、今年11月ですか、11月1日、ね、アルバムが出るということでございましてね。アルバムのタイトルは何ですか。タイラントインテスウエスト。どういう意味なんですか。石から来たすごいやつ。おー、なるほど。非常に分かりやすいということですね。分かりやすいですね。石の京山口ということで。皆さん大体でも山口にいらっしゃるということで。そうですね。はい。みんな知ってるんですけど。実はですね、そのアルバムの発売に先立ちましてですね、はい、実はライブの方の VTR、お借りいたしまして、それを見ながらですね、いろいろとお話をしていこうと思うんですけども、普段の、ライブの方では、メイクをしながら。そうですね。バリバリにやってます。メイク割と時間かけてやるんですか。そうですね。お化粧は好きですか。あんまり僕はしないですけど。どうですか、お化粧好きですか。あんまり好きじゃない。ということでございまして、VTR の用ができましたら、じゃあ行っていただきたいと。今、皆さんのお名前をじっくりと紹介してるということで、お父さんお母さんが見てらっしゃるかもしれない。ほらほらほら、対面のコーナーじゃないんですか。テレビに向かって一言ということでした。何を考えてるの。エクステンジャーのですね、それじゃビデオクリップちょっとご覧いただきながらお話を伺いいたしましょうか。はい、だいたいその地元の方で活躍しているということなんですけれども、主にどういったところで音楽活動の方やってるんですか。ライブハウスとか、あと市民会館とか、まあそういったところですよ。これ見ていただいても分かるようにかなりの観客動員なんですけれどもね、今まで通算何回ぐらいのライブやったんですか。数え切れないぐらいやってますけど、年にだいたい20本ぐらいですね。 かなりのあれでしょ、観客動員するんでしょ。はい、600人を超えた時もありますし、現在のメンバーで固まってもじゃあ2年ちょっとということですか。いや、そんなに経ってないですけど。あ、本当に。じゃあこれからパワーを入れてやろうと。はい、そうですね。ちなみにこれはどこでのライブのものですか。今年の5月の徳山市民会ですね。かっこいきましたね、このボーカルすごいですけどね。ほんとだ、ね、こういう時やっぱ気持ちのいいもんですか。気持ち悪いし、なんでさてか、あ、暑いやー、そうですよね。もうお客さんがギンギンのノリで拳振り上げて。そうですね。ますけどもね、ボーカルやってて一番自分で気使うっていうか、こういうことを心がけてるっていうか点ありますか。ステージで転ばないようにしてこけたことあります。は、昔あるんです。そういう時はやっぱりでもお笑いでしたらね、笑いでごまかせますけど、ヘビメタハードとなるとそんなわけいかんでしょう。一回転して立ち上がってごまかしました。うるさしいですね。かっこいい。だいたい今何曲ぐらいオリジナル
40弱ぐらいです。コンサートは大体どれぐらいの時間なんですか？30分から、うん、合わせて。そうですね、合わせたけど。でもやっぱりこうライブが一番っていう感じじゃないですか？そうですね、そうですね、燃えちゃいますね。そうそう、分かりやすい時はみんなあの方に聞いてください。でもまあレコードデビューということが決まりましてですね、いよいよこれからという感じもしますね。そうですね、もう本当これからだと思います。11月 の、 その発売のレコードなんですけども、あの録音の方はどちらでされたんですか？東京のですね、スタジオフリーセカンドっていうところで約4日間ぐらいかけて。4日間で、ね、仕上がりっていうか、その大体 どんな感じのアルバムですか？割と自分たちでは気に入ってますけど、うん、本当ハードロック好きな子たちには、うん、なんていうか大感激じゃないですか。ずっと地元山口でやってこられて、どうですか、やっぱりこれから山口だけじゃなくちょっと全国の方へも行ってみようかというような感じになってきたという。そうですね、11月からだいたい全国20カ所ぐらいでツアー入りますけど、今ここに持ってらっしゃる、これは何ですか？これは、わかっこいい、モノクロで ね、 やったね、はい、渋く、ほとんどあの必殺仕事人の世界です。ねえ、しかしこれ日本語で書いてよ。そうですよ、小鶴さんのために打ってください。ごめんね、読めなくてごめんね。さて、全国ツアーに回るということなんですけれども、地元山口の方でのコンサートはどういう風になってますか？11月3日に徳山市民館、3時ぐらいから始まりますので、500円と安くなってます。地元からですね、こうして着実に力をつけて伸びてきたグループでございますので、みんなで私を応援していただきたいと思うわけでございます。じゃあここから全国のツアーに出ると本当に大変ですけどね、また頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ引き続き番組の方ね、楽しんでください。でもかっこいいね、あのステージね、照明といいね、なんてね、ボーカルなかなか透き通ったボーカルという感じがしましたね、はい。さあ、そしてもう一つ山口出身のですね、アーティストのですね情報でございます。以前スタジオにも来てくれましたシオンでございますよね。笑ってどうする。シオンがですね、